なんとか。<laughs> はい。こんばんは、こんばんは。<laughs> リウム飲んだううん。あの、胃カメラとかも全然しなかったです。そう。よかった、ちょっと <laughs>。あの、なんですかあのー、今日祝日だったのでね、あの病院も、そう、なんかあの、あんまり空いてなくて、で、 わすごいケーキのギフトありがとうございますそうでなんかそのそう胃カメラとかは多分そのめっちゃ大きいところとかに行かないとしないからそう診察だけしてもらって薬もらって帰ってきた <laughs> ありがとうあらまありがとうお大事にありがとう台風ね大丈夫ですでも今ね若干うっすら窓を開けてるんですけどめっちゃ風が入ってくる辛そうか台風今どこにいるんだ どこにいるんでしょう <laughs> あまり分かってないかも。広島過ぎたのかなあんまりそうですね、私が住んでるところはそんなに台風あんまりなんかひどくはないかもしれません。日本海にいる 日本海。<laughs> うん、ここ,こっちらへんってことですよね。<laughs> 住所特定される？え、なに台風がすごくないところって。いやだー、特定しないでください。お願いします。う <laughs> 喋りすぎは禁止ですね。日本に住んで日本に住んでます。特定されない？<laughs> 本当に？広島です広島県。ああありがとう。 もうね、なんか、こういう時に限って、もう胃がなんか結構、今多分すごい荒れてるんですよ。時に限って、すっごいラーメンとか、脂っこいものとかが食べたくてしょうがなくて。もう、ラーメンに飢えてます。ラーメン。あと、キムチ鍋とか食べたい。 そうでもちょっとやめといた方がいいから控えてる <laughs> どうありがとうございますそうなの <laughs> 辛いの大好きなのに 野菜今日はそう食べましたよ生野菜も食べたしお味噌汁も飲んでもう胃に優しい優しい優しい生活をしてます <laughs> 体をいたわって雑炊一日前がおかゆ食べて。 今は割と元気なのでご心配なさらずに <laughs> すごい「食べて」っていうギフトありがとうすごいかわいい食べて食べてギフトもらったぶどうもありがとうございます <laughs> なんかね <laughs> 窓閉めた方がいいかなめっちゃ声聞こえるよね <laughs> 声入ってますかこれ聞こえる閉めよう閉めてくるわいや涼しいけんね窓ね開けとったんじゃけどねなんか外の人の声がねめっちゃ聞こえてくるんよね 誰の声分からん誰の声なんじゃろう外におる誰かの声フフキさんもありがとうございます。 中村です何も聞こえんあなんか多分私だけかな配信には入ってないのかな,なんかね若干聞こえるんだよね外の声とかがお姉ちゃんの声も聞こえるなめっちゃ。 <laughs> 聞こえる。サンリオでやるライブ申し込みました。待ってます。サンリオライブは二十五日ぐらいまで締め切り。なんですけど。あの十、ー、月十日の全国ツアーは今日の二十三時。五十九分まで、今日までなので。はい。あのー、まだだよって方は。 お忘れなきよう <laughs>、お待ちしてます <laughs>。あと五十分。あと五十分らしい <laughs>。はい。よろしくお願いします。 お話,会お話し会は明日の13時までが4時受付だったっけ4時だったっけ <laughs> 4時受付ですそのありがたいことにあの12月17日は全完売してるんですけどもあと3日間オンラインがあって 4時だった <laughs> そうあのオンラインの方もあの最後の最後らへんの部が完売しててありがとうございます。あのー この追加は今のところないかもしれないですね。感謝枠、そう、今回感謝枠がないんですよね。感謝枠がなくて、でもう話し会が一部多いのかな、多分増えてるのかな。うんうんうん、待ってます。<laughs> 皆さん、待ってます。 ありがとうあの元気なシュークリームのやつ <laughs> 元気なシュークリームもらったたくまありがとうございます <laughs> 確かになんかツーショット会とかねあったらね 確かにあとはねツーショットもだしあとはなんか前にあったワンショット動画とかも結構好きでしたねワンショット動画ツーショット写真会あったらいいのにね。<laughs> ありがとう食べてもそうなんかワンショット動画っていうのがあったんですなんか私がなんか喋るだけなんですけども <laughs> 動画を <laughs> あのそうそう携帯でねみんなに撮ってもらうっていう <laughs> また始まってほしいねねあと握手握手がいいな今日の飲み物はリンゴジュースです体に優しいでしょ体に優しいリンゴジュース 体に優しい <laughs> そう、キュー食うです、キューよくリンゴジュースを買っちゃう まずはマイクなしで話したい。でも話せそうな気がするんですよ。<laughs> 話せそうじゃない私なんなら今の距離でもマイクなしで話したいかも。今やってるリアルお話し会でもマイクなくても全然いけそうな気がするんだよね。 話が確かに聞こえるかあれがいいな電話がいいなこうヤ <laughs> っホーみたいな <laughs> あの電話 iPhoneiPhone iPhone がいいなマイクじゃなくて。 <laughs> 糸電話糸電話自賛みんな糸電話持参 <laughs> 糸電話だったらさなんかこうやったりこうやったりしてさなんかお互いが耳こうやってやる時間がありそうで「あああああ,あみたいなんなりそう。 なり <laughs> そうじゃないあちょっと気まずい気まずいみたいなどっちが喋るのみたいなうんいや携帯携帯でこう電話みたいなあのあれがいい 空港とかにさ、電話があるの分かる登場、登場口で、あの、出て、登場した人と、その、見送る人で、こう、電話できるスポットがあるの分かりますか空港にある。ガラス越しのやつ、そう。え、ああいうのいいなって思うんだけど。あ <laughs>、ね、聞き取りやすそう。でも電話がいいんじゃないかな電話。 あれ使ったこと私あるよ。<laughs> あるあるあれ私ね。あの、お母さんと使ったかな一回。飛行機に乗るときにめっちゃ前に。いいね。 みんなが刑務所って言うけどちょっと刑務所に入ったことがないので分かんないんですけど <laughs> 分からん分からんあれ言うよいや無料無料今はあるか分からん <laughs> ドラマで見たことないかも。分からん。<laughs> ドラマは、全く見ないわけじゃないんですけどね。うちのお姉ちゃんがあれ見てるわ。あの、六本木クラスお姉ちゃんが見てて、私も後ろから、あの、チャ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 ちゃって言いながら、ちょっと <laughs> み、見てます <laughs>。平手ゆりなさんの、そう <laughs>、そうなの。てっちさんよ、てっちさん。 後ろであのギャーギャー言いながら私もお姉ちゃんの後ろで <laughs>「わ」って言いながらたまに見てますそうなのお姉ちゃんは結構見てるかもドラマ。 ケインさんありがとうございます中村麻衣です <laughs> アニメなアニメも見たいんですけどねいやねこの間アニメを私もあのすごい 流行りに乗れない人間で「鬼滅」を見なかったんですよなんで「鬼滅」の1話だけこの間見たんですよ <laughs> 1話だけ見てあのその2話以降まだ見てません <laughs> 今更「鬼滅」を1話だけ見ました見たんですよもうすごい悲しくて悲しくてもう本当に 1> 1話本当に最初の1話あの炭治郎の家族がもう襲われて鬼に。であの禰豆子が鬼になってみたいなシーン。 で、さらにもっと流行りに乗らないとって思って、あの、東京リベンジャーズの第1話を、あの、5分だけ見たんですよ。<laughs> で、あの、そこで、あ,あ、ちょっと疲れたと思って、そう、ちょっとね、あの、見たいんですけど、 今頃って言われる <laughs> あの流行りに乗れなくて困ってますでもまだ東京リベンジャーズはなんかシーズン2あれまだやってるよね見る気あるよ見たいもん私にも見えないスパイファミリーは全部見てるのそれがすごいでしょ 二期が始まる。五、うん、等分の花嫁見てたけど。あの結末を、おきちゃんが言ったのでも、見ません。<laughs> 見てません。おきちゃんが、なんか言ったんです。絶。結末、最後の結末。なんで私はもう <laughs> そこで、力付きました。あー。 あ、そうなんや <laughs> あハ<あ>ハ <laughs> でそう見なくなっちゃってうんマジかってなって。 なん,でいやなんかねなんか流れで違うんですよなんかアニメ最近見てるんだよねみたいな話してえ何のアニメみたいになって五等分の花嫁見てるみたいなたら「あああれねまると結婚するよね」みたいな感じでさ <laughs> って言って「えみたいな「えっそうなん?」みたいな「えなみたいなになだって。 もうそっから <laughs> 見てない <laughs> めっちゃかわいいありがとうございます「<laughs> 呪術廻戦」見てないんですよ領域展開ですよね領域展開にわかです <laughs> けんケンケこれで喧嘩はしてませんよいやそんなことよりも私はねあのドラさんと一緒にいるともう2人がコナンくん大好きすぎてコナンくんを相当2人に勧められるんですよまあどっちかといえばもうオキちゃんにすごい勧められるんですけど。 もう2人ともコナンくん大好きで <laughs> バーロン言われた <laughs> いやコナンくん <laughs> コナンくんがあのもうソラハもオキちゃんも大好きで,で3人でいる時に2人がコナンくんの話をすっごいしてる時があるんですよもうあ,のあそこのなんだらんだらみたいなコナンくん数が多いそうなんですよねコナンくんって結構映画もあるし <laughs> くんづけなのかえコナンくんはコナンくんでしょコナンくんじゃないのコナンさん <laughs> いやもうね私もついていきたいなと思うけどコナンくん全部見るちょっと元気はないかもしれん <laughs> 一話関係えそうなんよなんか 言われたコナン君はどっから見ても割と話が完結するから絶対面白いよみたいな言われて Q さんのコナン知識どれくらいえそれねなんかねそう出されました問題をなんか「じゃあこれは誰か知ってる?」みたいな「このニット帽は誰か知ってる?」みたいな。 で私最初赤井さんって人と安室さんって人の区別が最初つかなくて <laughs> でなんかどっちがどっちだとかいうクイズを出されて <laughs> あのでもコナン君の大体の知識はなんとなくわかりますよ 回答をきっと知ってるあいうとありがとうキットの本名は知らんだ <laughs> ってコナン君の本名もちょっと知らんわあれコナン君って本名あるんかなあれ <laughs> 工藤新一か江戸川コナン2個名前があるんですねえー、なんとなくわかるよあのなんかよくわからんなんかに薬を飲まされてちっちゃくなっちゃって。 でなんか頭脳は大人だけど見た目は子供みたいなあ見た目は子供だけど頭脳は大人かですね多分マイキューの別名はいや私もコードネーム欲しいんですよ中村麻衣のコードネーム誰か考えてください コードネーム欲しい <laughs> コードネーム新幹線って言われたなんで新幹線なん <laughs> 意味やから コードネームラーメンとかがいいラーメンラーメン <laughs> 可愛くないラーメン。 麻婆。マーボー <laughs> かわいい麻婆。お腹すいてくる。もう本当に食べたいんだけど。は <laughs> きありがとう。おきちゃんはカヌレカヌレ。<laughs> こちらラーメン、<laughs> カヌレはどうですか <laughs> やばすぎ。 <laughs> ハートもシュークリームもありがとうみんなもありがとうソラハソラハもラーメンソラハとラーメンにずっと行こうって言いながら何ヶ月も行ってないや。 もう二人で二郎系のラーメンに絶対に行こうって言ってるのに行きたいんですよねジロリアン「ジロリアン」「ジロリアン」って呼べるほど私はまだ「ジロレベルがそんな高くないんですよ本当にそんななんか何回も言ってる人ではないんですけど <laughs> ジ,ジロリアンヨウウィングえっ郎系ねもうソラハと一回行ったんですよねあのソラハと一回行ってまた行こうねみたいな話して行き <laughs> ましたね行きたありがとういや結構そう量がすごいです なんかはとも行ったし沖ちゃんとも行ったことある別々で2人とも <laughs> <laughs> 量多い結構ね もうちょっと良くなって、はいーはい麺 <laughs> までたどり着いたいやあれはね天地返しってやつをするんですよこうほりゃって麺がね伸びるのであの麺、ー、をねこう,こう下からねこうふわって出して上にね天地返しっていう技があるんですけどそれをして麺が伸びないようにして食べるんですよ。 食べて,ー食べてー <laughs> ずっとラーメンが食べたいえなんか本場の行きたいですね本場の。 「夢を語れ」夢を語れっていうラーメン屋さん有名だけど行ったことがなくてで広島にもなんか前にできたんですけどなんか噂を聞くとなんか30分前開く30分前開店30分前ぐらいからすごい並んでるみたいなのを聞いて。 <laughs> 並ぶのか <laughs> でも並んでも食べたいぐらい <laughs> 並ぶの苦手 <laughs> 初見さんありがとうございます中村舞です <laughs> <laughs> 並ぶあんま並う,うん。誰かと一緒だったら並べるかも。もう外に並ぶのはしんどいかもね。 みんな並ぶ。お話し会でですか。ありがとうございます。本当に。ああ。<laughs> 皆さん、ありがとうございます。そうですよね。皆さん。そうですよね。 ありがとうございますありがとうしかも何回も並んでくれる人もいらっしゃるしもうあの頭が上がりません。 オンラインでもなんかオンラインはさなんか待ち人数とかが出てあれですよね本当に並んでるみたいな感じなんですよねあと何人みたいな <laughs> オンライン <laughs> いやーありがとうございますみんななんかでもあのオンラインになってからはなんかオンラインでのお話し会の待ち方とかはみんな個性が出ててなんか。 おーってなります <laughs> 結構みんな個性が出てますね <laughs> いろんな待ち方がそう <laughs> ありがとう何人前か私は基本その話して。 あのー、ルーそ,のその人だけですよ。いや見えてませんよそんな違う違うなんか画面が切り替わった時とか <laughs>。いや見えてないですよさすがにそこまで。 <laughs> 結構見えてたらさ今ドキッとした人多いんじゃないちなみに私は全部見えてるらしいんですよ私はっていうかその私検閲の人がいらっしゃるらしくて私は知らないんですけど私は四終検閲の人から全部全時間見えてるらしくて1時間その一部1時間なんですけどなんで <laughs> なんかあのあの。 みんなに映ってない時間になんかちょっととかやってても多分それが全部見えてる全部声も入ってるな全部見えてるってよ見えてるんだよって前言われたことがあってドキッとしたことがあります 変なことで変なことしてませんいやそうそうそうずっと見えてないと思ってなんかやってたいやでもこうやって画面越しにこうやってとかってはよ,よくやってますこれも全部見られてるんだって思うとちょっと恥ずかしいけど 始まる数秒前見えないえもう 5, 5秒前のカウントダウンされるんですよ54321バッと始まる感じですうんうんうんみんなも一緒かな緊張で無言で終わる人いるいいよなんかか私が話しかけたら なんか返してくれます <laughs>。そんな緊張しないで。大丈夫よ。名前わかるの名前分かります。名前わかるし、あのー、その人と、あのー、話せる時間もう出てます。全部、ずっと出てる。なあと何秒みたいな感じでこう、タイマーな、みたいな感じで。ずっと出てます。 顔写真も出てるの、出てません。<laughs> 出てません。本名わかるのわかりません。本名わかんないです。みんなが登録したニックネームだけが出てます。<laughs> うんうんほら。ありがとう。一枚五秒くらいですか。一枚十五秒です。 なんでオンライン1枚15秒ですね,でね15秒点0みたいな感じで出てますそうそうそうでずっと1413121って全部そう出てるのでもそうみんなは多分そうだね5秒前ぐらいからカウントされる切れる結石はわかるの <laughs> 欠席はわかかかかるかどうでですすこれははね欠席はぶっちゃけあのわ、ー、かるけど誰が欠席したかは分かりませんで全員が全員来た時に全員終了したら終了しましたこれで全員終了しましたっていう画面に切り替わるんですけど誰か一人でも来てなかったらずっとその。 画面があってで結局誰が来たのか来なかったのかわかんないんですけどその全員分は来てないんだなってのは分かったりしますちゃんと答えてくれて <laughs> 答えますよ <laughs> 全員出席なんてあるのあり,ますありますありますあります全員来てくださる時ありますそうなかなかね都合で来れない っていう時もありますよねおしましできた人分かりませんそれはこれがおしまし券とかってのは分かんないです他の子におしましで使ったら分かりますか分かんないです分かんないのでおしましちゃいましょう <laughs> おしましたい人におしましちゃいましょうそりゃ行っちゃいましょう <laughs> よ、おしましてください。おしましの仕組みわかん、おしまし、でもあの、完売、その部が完売とかしてたらおしましはちょっとできないんですけど。そう私の件おしましには、なんてこった。<laughs> なんてこった。こら 本人には分かんないって感じですねはいありがとうございます <laughs> まあでもあれですよねなんかあのー その時間に行けなくてみたいなのはありますよね <laughs> 来れなかったみたいなの <laughs> 年齢バレますかバレません 個人情報は基本出ませんね。はい。本当に登録した名前だけです。ので。ご安心を。うん。嫌、うん、<laughs> だよね、確かに。 見え <laughs> たらね、登録名なかったらあんですね。登録名なかったらニックネームっていう名前で出てきます。なのであの何もなかったらニックネームって書いてあるだけであ登録してないんだなーみたいな感じぐらいです。特に何も D D はバレますか？あそれはもうお話し会の背景でもバレますね。もう <laughs> いろんなタオルが飾ってあるいろんな生ジンがいろんな宇宙が飾ってあるこりゃ <laughs> 本名出ないよ <laughs> 自分次第だそうです皆さんバレるかバレないか自分次第 <laughs> 背景見るのでもなんかだって画面に映ってたらまあ見えちゃいますよ見ちゃうじゃないですかあどこにいるんだろうみたいなん家かなみたいなあこれ家なんだあこういう家なんだみたいな <laughs> こういう家なんだっていうかこういう背景なんだみたいな。 自分のグッズかなとか思って見てみたら違ったみたいな <laughs> どこまで見えるか確かにでも何かあの確かに見えてる範囲が分かんなくってみたいなのは確かにありますよね。 でも多分みんなと一緒だと思うんだけどね外でも外でやってる人多いですでも外でもしやる場合はあのーまあ、家でもなんですけどイヤホン推奨って感じですイヤホンしといた方が自分の,あのイヤホンマイクがあるイヤホンしといた方が自分の 声がすごい入りやすいし、多分聞きやすい。ので。他の人のずり込みがないよ <laughs>。そうですね。 でも私が今までになんかバンされたことがある人見たことそんなないですその外とかでやってて映っちゃいけないものが映ってバンされたとかあんまないですね今までめっちゃオンライン結構させていただいたんですけどうーんなんかバンされてる人見たことがないかもまあありがとうございます うん、バンされてるの見たことないです。やバンされるのいやわかんない。<laughs> わかんないけど、されてるの見たことないです。 自分から切ったことありますか、ないです <laughs>。自分からも切りません。うん、みんなが切らなければ、繋がってます <laughs>。飲食禁止。 飲食禁止楽器を弾く時は確か許可とかも取らないといけないですねこれ見せますとかもですねうん無言で見つめ合いはケ、OK、ーですかオッケーでーす <laughs> えオッケーですよ 喋らなくてもいいうん。しん自己申告していただけたら嬉しいですね食べられません <laughs> あの、あれですね そのニックネームのところになんか文字書く人が結構います。例えば、あのー、まるしますとか、なんか、そういう感じで、例えば私がウクレレ弾きますみたいな感じでそ出しといたら、あ始まる5秒前に見えるんで、そのニックネームが。あこのウクレレ弾くんだって最初ちょっと思いますね。で、ああ、そしたらその、 その時間あるじゃないですかニックネームで伝えてるからなんかそう時間その分長くできるなみたいな <laughs> そういうなんかニックネームを変える人は割といる気がしますニックネーム変更できるはず ぜひやってみてくださいオンラインの話会の <laughs> 変えたらすぐ反映されるはずだと思ううん長くてもあのね上,上限っていうか長さは確かにめっちゃ長いと読めません何文字ぐらいなんだろう1十五5文字ぐらいかな分かんないけど どんぐらいかなぁ。長すぎると読めないので。あ、二十文字以内ありがとう。二十文字以内らしい。なんであの、それ超えたら、ちょっと。うん、なんで書いてあるんだってなります。俳句が読める <laughs>。俳句俳句読むの。<laughs> うーん、面白。 印象的なパフォーマンスどんながあったんだろう。ええー、言っていいんですか。うんこれいっぱい言いたいわそんな可愛い,いありがとうございます。もう本当にみんなたくさん今まで本当に結構長いことオンラインさせていただいたんですけどもうめちゃめちゃいろんな方がいらっしゃって本当に本当に。 そそううですねあそうだな本当にあのー、<laughs> 外でやられる方も結構多いんですけど、あのー、印象的だったのは公園で外で公園で「今から腹筋します」って言って腹筋されてる方とかいらっしゃいましたね。 オンンラインで,で私はその腹筋をこう見てでもう頑張れっていうあなんかそう,そういうのとか結構あの印象深いですねなんか <laughs> <laughs> いや私はすごい楽しかったですよ元気ありがとうございます あとは楽器を弾いてくださる方も結構いらっしゃったりします、うん、お話はあ腹筋した後になんかお話 <laughs> そうそうそう,そうオンライン特有だねそうだよオンラインじゃないとできないもん どうですか <laughs> お話ぜひもうお話しそんなもう気軽に。 みんながこれを機に筋トレばっかりしてたらどうしよう本当もありがとう貯金さんもありがとうございます。 中村フです <laughs> リアルお話し会では筋トレちょっと <laughs> まあそうですねまあうんスクワットぐらいだったら大丈夫なんですかね分かんないですけど <laughs> どうなんでしょう 時間あとちょっと楽しみにしてます私もお待ちしてます <laughs> お待ちしてます <laughs> 絶賛受付中ですのでお待ちしてます <laughs> では男女呼ぶねたけずさんココさん かいちゃんさん、タロスさん、りょんきゅうさん、東京のスランさん、しんじさん、メタルンさん、きなぺこさん、まゆたみさん、たんたんめんのまさきさん、ひろきさん、しぎさん、ありがとうございます。うんうんうん、おやすみなさいませ。また明日お大事にありがとう。おやすみ。また明日 ありがとうバイチャラポーおやすみなさい配信ありがとうマイハニーおやすみおやすみーラブーみんなー一日お疲れまた明日からも頑張りましょうおやすみなさいませいっぱい寝てねキラーン <laughs> Oh yeah.